平日の午後に楽しさをプラス、杉浦直哉がお送りしていますキャッチ木曜日。さてここで番組にコメントが届いております。コメントいただいたのは声優の斉藤朱夏さんです。それでは一緒に夜空を聞いてください。Eラジオキャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直哉さん、こんにちは、斉藤朱夏です。私斉藤朱夏はラブライブサンシャインで声優デビューをして、2019年にアーティストデビューいたしました。ということでね、ここで番組から質問が届いてるのでお答えしたいなと思います。お日柄よしな日にここに行ってみたいというところはありますか、といただきました。ありがとうございます。まあ今だと北海道にも行きたいんですけど、沖縄にも行きたい。で、もし沖縄に行ったら水族館に行きたいんですよ。沖縄に行った時にポーク卵おにぎりを買って、本当に美味しくて、もう忘れられないんですよ、あの食べ物が。だからそのポーク卵おにぎりを買って海岸でお散歩したいなって思います。さてそんな私斉藤朱夏ですが、11月11日にセカンドミニアルバムサンフラワーをリリースいたしました。このセカンドミニアルバムサンフラワーはですね、まあ、君のことを照らしたい、君といつか会う時のための約束の6曲を詰め込みました。アッパーな楽曲もある中で、まあ、ゆるラップにもね今回挑戦したので、聞くだけできっと楽しくなると思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。最後にリスナーの皆さん、短い時間でしたがありがとうございました。まあね、斉藤朱夏っていう本人にもね興味を持っていただけたら嬉しいなとも思いつつ、斉藤朱夏の曲にもね興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひこれからもね応援よろしくお願いします。それでは11月11日にリリースしたセカンドミニアルバムサンフラワーから月で星で太陽だをお聴きください。この後もEラジオキャッチとともに楽しい時間をお過ごしください。お車を運転中の方は安全運転でお願いいたします。以上、斉藤朱夏でした。バイバーイ。斉藤朱夏さん、コメントありがとうございました。ポーク卵おにぎり、沖縄ね、うん、わかります。僕もあの沖縄行ったらお土産にランチョンミートめちゃくちゃ買ってきますからね。なんかあのこっちだとそのね、そんなにメーカーないじゃないですか。でも向こう行くといろんなメーカーがあって、なんかね食べ比べたりとかするんですけどね、うん、ありがとうございました。